第3章、貪欲な法律家資本主義。先史時代における人間の権力構造の主起因に関する私の推論的な仮説を再検討しようと思う。野生馬の群れには王となる種馬がいる。時折、ある種の馬の子が他の子馬よりも大きく生まれることがある。種馬の王は、その子馬が一人前に成長するや否や戦いを仕掛ける。どちらが勝った方がその群れの受精させることになる。ダーウィンはこれを自然が最も強い系統を作り続けるように設計した方法とみなした。このような群れの王権をめぐる争いは鳥の社会での続きの順位。一般に順位の高い方が低い方を続く序列と同様に、群れを作る動物のほとんど全ての種の間で行われている。最も初期の人類の間でも、時折他のものよりずば抜けて大きい男が生まれることがあったに違いない。彼はそう望んだわけではないが、大きくなってしまったのである。そして彼が人より大きいものだから、人々を彼に言ったのだろう。彼らの使う難解な言葉で、もしもあそこのバナナを一つ私に取ってくれませんか。私には手が届かないのです。大男は取ってやる。やがてまた小男たちは言っただろう。もしもし、あっちに住んでいる人たちがバナナがすっかりなくなって飢え死にしそうなんです。そこでここを襲って私たちを殺してバナナを取ると言っております。あなたは大きい。私たちの前になって守ってくれますか。大男は分かった。と言い、彼らを無事に守ってやる。大男は自分が大きいということでしきりに利用されているのに気づいた。彼は子供に言っただろう。お前たちを守ってやる戦いの合間に、俺は次の戦いに備えたい。俺たちは武器で道具を作り上げることができるじゃないか。人々は言った。なるほど。では私たちはあなたを王としましょう。さあ私たちに何をすべきか言ってください。かくしてその大男は全く必然的に王となるのである。彼は脅しでもまた温厚なやり方でも王になれたかもしれない。だが事の真相は、彼が王となったのは一番大きくて一番肉体的に力が強いばかりでなく、一番巧みで賢い大男だったからに他ならない。時にはまた別の大男が現れることもあったに違いない。王様よ、あんたはこの辺りであまりにもたやすく様々なものを手に入れたな。俺が今度はあんたからそれを取り上げてやる。そして壮絶な戦いが二人の間で起こることになる。王は挑戦者を倒し、地面にねじ伏せて言う。おい、お前はわしを殺してわしの広告を取ろうとした。しかしお前はいい戦士だから殺そうとは思わない。この周りには戦士が必要だ。次々とやってくる敵と張り合うためにな。もしお前がわしのために戦うと約束をするならば起こしてやろう。しかし夢忘れるな。俺はお前を殺せるのだ。いいか。男は承諾し、そこで王は彼を起こしてやる。しかし本能的に王は自分にそっと言い聞かせる。わしは決してあいつら王と子供の二人を同時に歯向かわせてはならない。あいつらのどちらでもわしは打ち負かせる。しかし一人ずつでないとダメだ。最も権力を持った個人、もしくはその組織的な権力構造における最初にして一番重要な直感は、征服するためには分断せよ。そして征服し続けるためには分断し続けよ、ということなのである。その結果、並外れた我らが王は今や、優れた戦士である二人またはそれ以上の大男たちから、その地位をまんまとうまく守り通すことになる。王は一人を A 丘の公爵、二人目を B 丘の公爵、三人目を C 丘の公爵とし、この王だけがお前たちがすることに目を光らせているから、お前たちは自分の領地のことだけを考えろ、とそれぞれに言う。しかも王は彼らを見張るスパイを持っているので、彼らは徒党を組んで王を攻撃することができない。こうして我らが思慮深い王は、その部族を守る戦いに成功していくのである。しかしながら、次の戦闘期間に備えた準備をするときに、王に従おうとしない非戦闘員の小男たちがたくさんいることがわかる。
王は家来に言う。あそこの悪たれ小僧を捕まえて来い。奴らは全く目障りだ。捕らえられた者は王に言う。どうやらお前の首をちぎらなきゃならんようだな。男は言う。王様、私の首を切るとはとんでもない過ちをしでかすことになるんでしょう。王は尋ねた。なぜだ。よろしいですか、王様。申し上げますが、私には丘の向こうの王様にはわからない敵の言葉がわかります。私は、そいつが王様に何をしようとしているか、いつしようとしているか、小耳に挟みました。若いの、お前は最後にいいことを思いついたようだな。お前は、これから毎日、丘の向こうのわしの敵が何をしようとしているか、何と言ってるかをわしに知らせるのだ。そうすれば、お前の首はそのままで済むだろう。その上、お前は他にも、今までやったことのないことをするのだ。お前は、この城のわしの近くできちんと決まった時間に食事をしろ。それから、お前には、直挙の紫の衣の上着を着せてやることにしよう。そうすれば、お前は目立って、わしが見やりやすくなるだろう。こうして、王は、その皇徳を自分の配下に置き、有効に使う。そのうちまた別の皇徳が王に対して面倒を起こす。皇徳はまさに首をはねられようとするというときに、自分が夜勤術にたけ、誰よりも優れた剣を作れることを王に主張する。王は言う。急いで優れた剣を作れるがよかろう。男は美しくて非常に強い。切れ味の鋭い剣をこしらえる。それは文句のない出来栄えである。そこで王は言う。よかろう。お前の首はそのままに。お前もまたこの城で暮らすのだ。次にまた王を困らせようとしている男が打ち首にされようとして王に訴える。私が王様をごまかすことができたのは、私が王様にはわからない算術を理解するからです。もし私がここで算術を受け持ったならば、人々は王様をごまかそうとはしないでしょう。王は彼をお抱えの数学者とする。これらの生涯特別な職務を与えられている男たちに対して王は告げる。それぞれ与えられた仕事だけを考えろ。おい、語学や、お前は語学のことだけ考えろ。それから刀鍛冶、お前も剣を作ることだけ心配していろ。数学者、お前も算術だけやっていればよい。おのおの自分の仕事だけに気を配れ。わし一人だけがみんながしていることを考える。よくわかったな。はい、王様。はい、王様。はい、王様。今や王は自分の王国を非常にうまく管理している。王は卓越した戦士たちと優れた夜勤学、より進んだ算術や兵探学、より高度なスパイ術と情報網を手に入れている。王国はますます拡張する。何年も経って、これらの専門家たちが年老いてくる。王は言う。わしらはこの王国を孫に譲りたい。語学屋よ、お前は誰か若い者を探し出して語学を教えてほしい。刀鍛冶よ、お前も誰か選んで夜勤について教えよ。数学屋、お前も誰か選んで算術について教えるのだ。この王の取った全戦略は、やがてオックスフォード大学創立にあたって最終的な原型となった。権力構造にしてみれば、筋力はなく肉体的戦闘はできない知識階級の知性と狡猾さから災いがもたらされる。もしも知識人たちがあまりには幅広い知識が与えられ、見張られず、しかも自分たちの考える時間を持っていればだが、そういう場合、それを避けるには、それぞれに工具や仕事場、研究室を与えて専門家にしてしまうことである。このことがまさに今日、聡明な人々が次々に専門家になってしまう理由である。生まれついての専門家というものはいない。どんな子供でも幅広い興味を持って生まれ、最も包括で理にかなった適切な質問をする。暖炉で燃える薪を指差しながら、ある子供は私に質問をした。火って何？私は答えた。火というのはね、薪となった樹木から解き放たれた太陽なんだよ。自転する惑星地球に太陽の炎の熱の放射が届くにつれて樹木も回転していく。光合成によって樹木の緑色の芽や葉は太陽の放射する光を炭水化物の分子へと転換する。その分子は樹木の外側の緑色をした形成層の細胞の中で構成されている。樹木とは回転させる円錐を形成する四面体なのだよ。
樹木の四面体状に伸びる三本の根は地中に広がって木をしっかりと固定し水分を得る。毎年外側に新しい層ができる緑色をした樹木の円錐体は365回回転する。そして毎年毎年新しい淡い緑色の細胞の円錐体層を樹皮のすぐ内側、前年まで蓄積された円錐体の外側に育てる。ノコギリで引かれた薪にあるたくさんの年輪のそれぞれの輪はその年の太陽エネルギーの蓄えなんだ。だから人は長年にわたって閉じ込められた太陽の炎がやっと樹木から解き放されたものなのだ。薪の光がパチパチと馳せるときに、それは遥か昔のある日、さんさんと降り注いだ日光の光を急いで放しているのだよ。形にはまった教育を受けた大人は、こんな質問に答える方法をほとんど知らない。彼らはあまりにも専門化されすぎているのである。もしも自然が人間に専門家であることを望んでいるとしたら、例えば一方の目に顕微鏡をつけるようなことをしていたはずである。これは自然が人間以外のあらゆる生き物に行ってきたことである。どの生き物も特別の環境下で特別な条件にうまく対処するような特殊で有機的で不可欠な装備を持っている。他の動物が地表に残した匂いを嗅ぎながら、やぶや森を抜けて追跡するために、体高が低くなった猟犬、アマゾン川のある地域のみに育つ小さなつる植物、飛ぶために美しい羽を持ってはいるが、いざ地面を歩く必要に迫られると必要不可欠ではあるが、時には無用な翼が妨げとなってうまく歩けない鳥。脳を所有しているのは決して人間ばかりではない。脳はその生物の視覚、聴覚、触覚、嗅覚のそれぞれ、もしくは全ての感覚器官を通して入ってくる統合された情報を常に調整し蓄えて後になって引き出せるようにしている。人間が他のあらゆる生き物と比較してユニークなのは、自分の脳に別々のものとして感知された特別な経験の間にのみ存在する、絶えず変化し続ける相互関係を発見できるマインドを持っている点にある。その互いに変化する相互関係の割合は数学的にしか表現できない。例えば人間のマインドは天体間に働いている相互作用の法則性を発見した。その作用の最初の強さはそれらの天体のいずれか二つの質量の積で生じ、同時にその相互作用の力は相互に離れて計算上増加していく距離の事情に反比例するというものである。ベルヌーイという人間のマインドは、気体の相互に変化する圧力差の法則が、その気体の流れとそれを妨げる物体によって、気体の流れの形状と速度が変化する条件の下で、数学的に表すことを発見した。ライト兄弟の翼は、人間に飛行をもたらしたが、様々な翼の形態についての数学を扱うための情報は、もたらさなかった。ベルヌーイの研究は、異なる翼のデザインに関する速度とエネルギーの効率についての数学的改良を可能にした。一般に物理現象を決定する広範な科学的法則を数学という形にしたことで、人間のマインドはどんな鳥よりも早く高く飛ぶための翼を気体とは分離して生産することが可能になり、そしてまたより優れた翼を作り出すために、これらの翼をお互いに貸し与えたり修正したりすることが可能になった。私は、我々の子孫は大男とその大男を中心とした挑みによる進化の時代をすっかり終了したと確信している。これらのことはおそらく事実に基づいたあらゆる種類の伝説となり、そこからおとぎ話が発達してきた。その多くは多分文字によって記されなかった歴史上の事実に極めて近いだろう。筋力で発射する武器のおかげで光徳が大男を倒したというダビデとゴリアテの物語にあるように、その後人間は透析機という武器を作る程度にまで発展した。アメリカ海軍兵学校では、弾道学を爆発によって発射されるミサイルの弾道を制御するアートとサイエンスと定義している。透析機と槍の跡、
我々はそれよりもはるか遠方から光徳が大男を殺すことのできる弓矢を手に入れた。このようにして巧みな技と人間の筋力で発射される武器が大男の時代を終わらせたのである。エネルギーの法則の発見、そして諸法則を利用した人間の発明の際は、絶えず、例えば石弓や機械の力で高性能バネコイルを圧縮させて矢を発射する装置を発明したように、兵器の技術を発展させた。相互に不可欠な最良の武器の複合体は最もうまく編成し、配備して、特殊な武器のそれぞれについて高度に訓練された軍隊を維持できる権力構造こそが、今や戦闘に勝利を収め、大規模な人間集団をうまく操作運営した。中国人による火薬の発明と、さらには銃の発明が弾道学、つまり海軍の言う爆発により発射されるミサイルの時代をもたらした。投石機や弓矢、槍、棍棒、刃物といった武器の時代に戻ってみると、アメリカン・インディアンの部族間の縄張り争いは地域の狩猟権や漁業権をもぐって行われたが、土地そのものは常に大いなる神のものであったことがわかる。インディアンたちにとって土地が、人間が土地を所有できないのは明らかなことだった。人間が土地を所有できるなという考え方は全く存在しなかった。というのは、土地を所有することは永遠なる全知全能を意味し、それは人間にとって永久に神秘であり続ける大いなる神の偉大さ、普遍性、完全さを示すものだった。人類が権力構造の進化にある特殊な変化を引き起こすまで、あらゆる所有権は大いなる神、それをその地の人々が何と呼ぼうと、大いなる神にのみあるという考え方をこの地球に住む全ての人々が抱いていた。1851年にシアトルでワシントン州のピュージュッツォ湾周辺のサクワミッション族をはじめとするインディアンの部族の部長が環境に関する声明を発表した。それは最も美しく深遠な声明の一つとも思えるものだった。シアトル市とその族長の名を取って命令されたもので、その演説はインディアンたち80万ヘクタールの土地を15万ドルで売るようにと促した協定に対する返答だった。どうやってあなた方は空やこの土地のぬくもりを売ったり買ったりできるのでしょうか。そんな考え方は私たちにとっては不可解なものです。私たちは空気のすがすがしさや水のほとばしりを所有していないのに、あなた方はどうやってそれを買うことができるのでしょう。この大地すべてが我が民にとっては神聖なのです。輝く松の葉の一本一本、あらゆる砂浜、深い森にかかった霧のすべて、そしてブンブンと飛び交う虫の一匹一匹までもが我が民の記憶と経験の中では神聖です。木々を流れる樹液は赤い民の記録を運んでいるのです。白い民の使者は星々の間を歩き出すとき、自分の生まれた国を忘れています。私たちの使者はこの美しい大地を決して忘れません。なぜならば、大地は赤い民の母だからです。私たちは大地の一部であり、大地は私たちの一部です。芳しい香りの花は私たちの姉妹であり、鹿や馬、わしは私たちの兄弟です。岩だらけの峰、草原の水滴、子馬の体温、そして人、みんな同じ家族に属しています。だからワシントンの大族長が私たちの土地を買いたいと言ってよこすのは、私たちには無理なことを頼んでいるのです。大族長は私たちが私たちだけで快適に暮らせるよう場所を取っておこうと言っています。彼が私たちの父となり、私たちは彼との異なるのというのです。そこで私たちの土地を買おうというあなた方の申し出をよく考えてみましょう。しかしそれは容易ではないでしょう。なぜならこの土地は私たちが祀ったものだからです。小川や川を流れていくこのきらめく水はただの水ではなくて、私たち祖先の血液です。もし私たちがあなた方に土地を売るならば、あなた方は土地が祀られた神聖なものであることを記憶しなければいけないし、あなた方の子供たちに土地が神聖で澄んだ湖水の
かすかなきらめきは我が民の生活の出来事や思い出を告げているのだと教えねばなりません。水のささやきは私たちの父の、さらにその父の声なのです。川は私たち兄弟であり、私たちの喉の渇きを癒してくれます。川は私たちのカヌーを運び、私たちの子供たちに食べ物を与えてくれます。もしも私たちがあなた方に私たちの土地を売るならば、あなた方は川が私たちの兄弟であり、あなた方の兄弟であることを覚えておき、それをあなた方の子供たちに教えねばなりません。そしてこれからはあなた方が兄弟に優しくするように川にも優しく振る舞わねばなりません。私たちは白い民が私たちの習わしを理解しないことを知っています。一握りの土地は白い民にとっては他の一握りの土地と同じです。なぜならば白い民は夜のうちに入ってきて、何であれ必要なものはその土地から取ってしまう予想のに過ぎないからです。白い民にとって大地は兄弟ではなく敵であり、白い民はそこを征服してまいば次へ進みます。白い民は地中の箱を背後へ残し気にかけません。白い民は大地を自分の子供から奪い注意を払いません。自分の父の墓や自分の子供たちが受け継いだ財産は忘れ去られます。白い民は自分の母親や大地や兄弟や空を羊や色鮮やかなガラス玉のように売り返したり奪ったりするものとして扱います。白い民の欲望のために大地はむさぼり尽くされ、後には荒野しか残らないでしょう。私にはわかりません。私たちの習わしはあなた方の習わしとは違っています。あなた方の町の光景は赤い民の目には苦痛です。白い民の町には心和らぐ静かな場所はどこにもありません。春、葉が開いていく音や昆虫の羽のカサカサという音が聞こえる場所はどこにもありません。おしゃべりの騒がしい声は耳障りなだけに思えます。もしも人が夜鷹の寂しげな鳴き声や夜中に池の周りでカエルたちが議論している声を聞くことができないならば、他に何があるというのでしょう。私は赤い民であり、私には理解できません。インディアンは池の水面を撫でていく風の優しい音や風そのものの匂い、日中の雨によって清められたり、ピンジョンマテの香りがついた風の匂いも好みます。空気は赤い民には尊いのです。すべてのものが同じ添い木を分け合い、獣が、木が、人が皆同じ大気を分け合って呼吸をしているからです。白い民は自分が呼吸をしている大気に気づいていないようです。何日も死に瀕している人のように白い民は嫌な匂いを無感覚です。しかし、もし私たちがあなた方に私たちの土地を売ることになったら、あなた方は空気は私たちにとって色調であり、大気はその霊を大気が生かしているすべての命と共に分かち持っていることを忘れてはなりません。私たちの祖先に最初の呼吸を与えた風は、また祖先の最後の吐息を受け止めます。そして、もし私たちがあなた方に私たちの土地を売るならば、あなた方白い民でさえ、草地の 花々で芳しくなった風を味わうことのできる場所を神聖なものとして取っておかねばなりません。あなた方はあなた方の子供たちに、自分たちの足元の土地は私たちの祖先の亡骸であることを教えなければいけません。あなたの子供たちに大地は私たちの血族の精気によって豊かなのだとも教えてください。そうすれば子供たちは土地を尊ぶようになるでしょう。あなた方の子供たちに、私たちは子供に大地は私たちの母であると教えてきたことを伝えてください。大地に降りかかることは何であれ、大地の息子たちに降りかかります。人がもし地面に唾を吐くならば、人は自分自身に唾を吐いているのです。私たちは知っています。大地は人のものではなく、人が大地のものなのだということを。あらゆるものはつながり合っています。私たちは結局兄弟なのかもしれません。私たちはわかるでしょう。
私たちが知っていて、白い民がいつの日か気がつくであろう一つのこと、それは私たちの神は同じ神であるということです。あなた方は今私たちの土地を手に入れたいと願っているように、神をも手に入れてしまおうかと思うかもしれません。しかしそれはできません。神は人の神であり、神の恵みは赤い民にも白い民にも分け隔てなく施されます。この大地は神にとって尊いものであり、大地を損なうことはその創造主に数々の侮辱を加えることです。白い民もまた死に絶えるでしょう。おそらくは他のすべての部族より先に。あなた方の寝床を汚すがいい。そうすれば、ある晩あなた方は自分たちの出した汚物に埋もれて窒息することになるでしょう。しかし、あなた方は非業の死を遂げながらも、この地にあなた方を使わし、何か特別な目的のもとに、この地と赤い民への支配権を与えたもう神の力の火で焼かれて、三千と輝くでしょう。その神のご意志は私たちには謎です。なぜならば、私たちにはいつもバッファローが皆殺しにされ、野生馬が飼い鳴らされ、森の奥まった人目につかぬ場所で多くの人たちの匂いでおもぐろしくなり、身をつけた丘の景色は電話線で汚された時が来るのがわからないからです。茂みはどこにあるのでしょう。なくしてしまいました。わしはどこにいるのでしょう。行ってしまいました。静かな営みを終わり、生き残る戦いの始まりです。戦死時代をめぐる考察では、氷期ごとに莫大な量の海水が氷河として取り込まれ、海岸線が下がり、ボルネオ島やフィリピン諸島などで島々が一緒になり、マレー半島の一部となった時期について話をしました。また、万年雪が毛皮で覆われた動物たちを南方へと圧迫し、今や島々が新しく半島となった土地、かっては決して行きつけなかった土地へと突然押し合ったことも話しました。これは虎のような動物がバリのように現在では再び島となった場所へどうやって行き尽くすことができるかを示しています。突然これらの野生動物と立ち向かうことになった人類は、あらゆる動物は狩り、ある動物は飼いならすといった対処の方を身につけました。人間の権力構造の進化を伴っていく中で、津波のように押し寄せた野生動物の群れと対峙していることに、はたと気づいた人間たちに、今我々は特に興味を覚えます。困惑した者は攻撃的な狩人となり、そうでなかった者は平和な家畜の飼い主となった。最も攻撃的な者の中には、馬に乗って他の誰よりも早く移動し、獣たちを求めていった者もあります。この10年間の行動科学の研究で我々が学んだのは、攻撃性は人間の二次的な習性だということであります。つまり人間が必要なものを必要な時に得て、どんなものにも困窮していなければごく自然に慈悲深くなるが、一方攻撃的になるのは絶望した時だけで、それは今まで頼ってきたものがもはや役に立たないからなのであります。今日世界中どこでも見られる明白な社会的行動が2種類ある。思いやりのある行動と攻撃的な行動である。この対極的な二つの成功が、表記の人間が動物と対峙する中で生まれたというのは考えられることである。表記が終わりに近づいた時に、馬に乗る人々は棍棒と槍で狩りをしながら北へと向かい始めました。同じ頃、ゆっくり移動しながら、ヤギや羊の群れを後ろに従えて、最良の牧草地、それは高い山脈で、山腹であったり、大平原であったりした。そこへ、導く部族が多数生まれました。大男を羊飼いの長として、無限とも思える未開の地への人類が移動していくのである。大地は大いなる神のものだった。人々は自分たちの飼う、動物の肉と偶然見つけた果物や木の実、木の葉を食べて暮らしていた。人々は動物の皮で作った衣服や、その土地や
おさなぎと動物の皮から作った環境を制御するテントで暖をとった。ここに巨人の時代を通して自分の民と群れの世話をしようとしている羊飼いの王がいる。そこに馬にまたがって棍棒を腰に吊るした高徳がやってきた。彼は羊飼いの王のところへ乗りつけ、頭上から見下ろして言う。さて、羊飼いさんよ、あんたがあそこで飼っているところのはとても見事な羊たちだな。知っているかい？ここら、荒野であんな立派な羊を飼うっていうのは、いうのはかなり危険なんだぜ。この荒野は相当危ないんだ。羊飼いは答える。俺たちは何世代もこの荒野でやってきたが、困ったことは一つも起きなかった。それ以来、夜ごと夜ごとに羊がいなくなり始める。連日のように馬に乗った男がやってきては言う。まことにお気の毒なことじゃないか。ここはかなり危険だって言っただろう。なあ、荒野じゃ羊がいなくなるってしまうんだよ。とうとう羊飼いはあまりに災難が続くので、男に保護を受ける対価として羊で支払い、その男が自分のものだと主張する土地で独占的に放牧させてもらうことに承諾する。羊飼いが侵入している土地は自分の所有物だという馬になる男の主張にあえて疑問を差し挟む者はいなかった。男は自分がその場所の権力構造であるということを示すために棍棒を持っていた。彼は羊飼いの背丈をはるかに超えて高く立ち、あっという間に馬で近づいて羊飼いの頭を棍棒で殴ることができた。このようにして何千年も昔に、20世紀でいうユスリヤの保護と縄張りの所有権とが始まったのである。高徳たちはこの時すでに初めてこの時、小男たちはこの時初めて、いかにして権力構造を作り、その結果、いかにして他人の生産力に寄生して生活するかを学んだのだった。その次に、他の馬に乗った連中との間で、誰が本当にこの土地を所有していると主張できるかを決する大規模な戦が始まった。所有権は頻繁に移り変わった。所有権主張の戦略は、それぞれの一団が他を打ち負かそうとするにつれて、次に騎馬戦へと展開した。そして、もっともずる賢い頭に率いられた騎馬軍団は、簡単に捕らえることのできた捕虜を使って戦略上の要所に石の要塞を築いた。捕虜が建造した跳ね橋と引き上げ水門付きの壕に囲まれ、騎馬軍団は小隊や自分たちの領地を横切る者へ攻撃を浴びせかけ、降伏させただろう。詔書を作成して土地を譲渡することは、権力による功績から発達したものである。これからはいくつもの集団による桁外れの戦闘が起こり、大きな地方豪族が誕生した。ついに我々は、すべてのものの中で最も策略に長け、最も力のあるもの、偉大な皇帝を頂点とする権力機構の合併と買収に至るのである。これが人類の土地を所有するようになった過程である。支配者は自分に最も都合の良い指導者による抜け目ない支援のもとで、戦闘という物理的な功績によってもたらされたある土地について、これを譲渡するという詔書の作成を承認させて、強力な支援者たちとの契約という成果を上げた。その後に皇帝たちは、自分の依附すべき権力の宇宙的な側面を心理的に裏付けるために、勢力の強い宗教の司祭たちを味方につけた。彼らは宗教的な立場から土地の占有を偶然に発見された場所か、武力に訴えた結果生じたかのような単純な説明で正当化したのである。権力構造にとって都合の良いもう一つの出来事は、地方豪族たちが大正のために地理的に最も理にかなった貿易拠点を発見したことだった。ある大正炉は別の大正炉とある地点で交錯する。そこでは、例えば大正がオアシスや港町へ着き、自分たちの荷のいくつかをラクダの背から船へと移し替える。商人たちは言っただろう。ここで荷積みを交換しようじゃないか。いいだろう。あんたに必要なものを私は持っているんだ。
ある日彼らは積み荷を交換しているところへ馬に乗り武装した盗賊の一団がやってくる。馬に乗った盗賊の頭は言う。こんなだだっ広いところで値打ちのある品物を交換するなんて随分危険だぜ。大将の長は言う。いや大丈夫だ。ここで問題なんて起きっこないさ。俺たちはこれを何代も続けてやっているんだ。しかしそれ以降夜になると品物が盗まれ始めたので、とうとう商人たちは保護を受け入れ、代わりに報酬を支払うということに同意する。それが城西都市の始まりだった。馬に乗った悪漢どもは捕虜を連れてきて町の城壁を作らせ、その塀の中に取引が滞りなく行われるように監視した。それから豪族の長は一味のそれぞれに都市の互いに異なった部分の支配権を与えたので、彼らは税から自分の分け前に徴収することができるようになった。このようにして我々は考古学をいうところの都市国家の誕生へと至った。都市国家は非常に強力なものだった。それには二つの種類があった。農業生産搾取型と交易路合流点搾取型である。ジェリコやバビロンといった大型の城塞都市はすべてこのようにして形成されたのである。農業基盤型の都市国家は次のような方法で機能する。例えばギリシャにはミケーネという美しく肥沃な谷がある。そこには山々で周囲を取り囲まれており、谷の中心の高い丘からは山道がいくつも見渡せる。丘のふもとにはとても良い泉がある。そこで人々は安心して水を得られるように中央の丘の頂にある城塞の周りに一つの壁を作り、泉の周りと丘からそこへ降りていく道路に沿っていくつもの壁を設けた。敵が山道をやってくるのを見つけると、ミケーネの人々は壁の内側にある、あらかじめ作りってあった石造りの穀物貯蔵庫へと食べ物をすべて運び込む。壁の内側にしまい込めないものは火をつける。焦土作戦と呼ばれるやり方である。敵は肥沃な滝に谷に入るが、そこに食べ物は何一つ残されていない。敵軍は空腹のままで生きていけねばならず、行軍の途中で見つけた食物に耐えるしかないということを意味することで、そのため谷に到着した時にはすでに飢えている。食べ物はすべて内側のものが手にしている。外側の連中は城壁を破って都市の中に入ろうとするが、高い城壁は守備よく敵を阻む。食料なしで30日そこそこしかやっていけず、外側の連中は次第に弱体化していく。その時内側の人間が出撃して打ち負かすのである。これが都市国家であった。それは歴史上かなり長い期間を通じて成功した発明であった。交易路の合流点に位置する都市国家では全く同じ方法ではあるが、はるかに大きな規模で運営されており、工場に備えて食料は大小や船によってもたらされた。都市国家軍はトロイアの後方まではほぼ無敵であった。トロイアはボスポラス海峡近辺のアジア、ヨーロッパ間の水陸交通の拠点を支配していた都市国家である。トロイアは素晴らしい城壁を誇り、そこに住む人々には何もかもが好都合に働くように思えた。一方、歴史上世界の海へ果敢に繰り出した何千人もの人々がいる。初めてイカダを作ったが、それは海流のままに漂わねばならなかった。ついで丸木舟を作り生み出し、貝で漕いだ。騒動にすることで思い通りの方向へと操った。そして最後に、序談に板を張った大きな船を発明したが、これはクジラやアザラシ、あるいは人の背骨と肋骨という骨組みから思いついたもので、がっしりとした竜骨とキールを持つ、喫水の深い船だった。このような建造形式の大型船によって、船乗りたちは莫大なに人や動物の背で運べるよりも、はるかに多量の荷を積んで大海を渡ることができるようになった。船は湾を周回する山道の代わりに、湾を横切る短距離のルートを取ることができた。フェニキア人、クレータ人、ミケネー人たちは共同でこうした大きな
キールと板材を張った船で艦隊を組んでトロイアに向かい包囲した。その時までトロイアを包囲した軍隊は全て陸路を使ったので、すぐに食料が欠乏してしまった。しかしギリシャ人とクレタ人のトロイア包囲軍は海路を使ったので、より多くの兵糧を送り届けることができた。この兵糧供給源と戦線とを結ぶ定期的な往復航路は兵站線と呼ばれた。この新しい兵站線を支配するギリシャ人はトロイアの人々を完全に飢えさせ、トロイアの人々は自分たちが十分な食料を持っていると考え、包囲する敵がこれほど大きな船を抱えていようとは計算に入れてなかった。トロイアの門戸は巨大な木造船であった。実際それは何頭もの馬の役目を果たし、そしてその腹からは武装した軍隊が吐き出されたのだった。この時点で世界情勢における権力構造は都市国家における支配から兵站線の支配者へと移っていった。漕ぎ手が列をなし、オールと歩で走る戦艦が速やかに展開していく歴史の開始時点で、世界権力の覇権はさらに西方のイタリアへと移る。歴史家たちはローマ帝国の権力を不動なものに確立したものとしてはローマのレギオン、軍団に一番重きを置いているが、実はその力は船舶の開発力と軍団を輸送し、軍団に食料を補給し続けることによって維持される海外の兵站線の上に築かれたのである。イタリアに行ってみればよい。そうすれば典型的な都市国家に見られたような信じがれないほど見事な谷と、それらの谷を支配している城を見出すだろう。そしてかつて破られた城壁には存在しないのがわかるだろう。またイタリアの北東の隅には水のための本拠地ベネチアがある。フェニキア人、音声学的にはベネチア人は北アフリカのカルタゴに地中海南部の基地を置いていた。地中海西部と大西洋との冒険でフェニキア人はバイキングとなった。フェニキア人、つまりベネチア人たちはイタリアのすべての海岸線を船で回り、その城の一つ一つに同胞たちを差し向けた。ベネチア人は無限の兵站線を持っていたが、それぞれの城の内側に住む人々はそれを持たなかった。内側の人々は飢えに苦しんだ。だからイタリアの各地方地域の支配者たちは、切殺、与奪の力を持つベネチア人、フェニキア人、バイキングを憎んだのである。当時スエズ運河はまだなかったので、船による兵站線の確保に集中する新たな世界権力構造はトロイア陥落より約10世紀間、ついにローマ帝国がその本拠地コンスタンティノープル現イスタンブールへと移らせるに至る。ついにローマ皇帝、皇后の護衛は水の民の最強の前線兵士であるバイキング、つまり、バイキングが担った。アジアからコンスタンチノープルへの兵站線の一部や、ウイグル、カイバル峠、アフガニスタンを通る陸路であり、一方はアゾフ海、カスピ海、黒海を経由する海路によっていた。コンスタンティノープルから西ヨーロッパへの交通は陸路から新しい海路へと変えられた。アジア、コンスタンティノープル間の交易の半分は海路よりも陸路の小隊に依存して行われており、その交易路は都市国家の支配者、トルコ人に統治されていたために、コンスタンティノープルはやがてエーゲ海と小アジアにビザンティン帝国を建設したトルコ人によって征服されることになった。最も重要で巨大な貨物輸送であり、かつ最高の利益を生むアジアからヨーロッパへの交易量をめぐる大規模な覇権争いの話題を離れる前に指摘しておかねばならないことは、エジプト帝国の強大さは、スエズ以前のアジア、ヨーロッパ間の交易路の連結点を基盤としていたということである。その交易路はインド洋、黄海を経由して陸の小隊によってナイルへ、そして海路でアレクサンドリアへと向かうか、あるいは
ソマリランドを経由して陸路でナイル川の源流へ行き、そこからアレクサンドリアに至るかであった。後者のルートは経費の点では不利だったが、やがて地中海に頑丈な流骨と厚い助材を持つ太い船舶の船がもたらすことになる船舶の設計、建造の技術が伝わったルートであった。そしてギリシャのアレキサンダー大王によるインド洋に達したペルシャ遠征があり、そしてフェニキア人のアジアとの交易につながったのである。千年後の十字軍は表向きは神聖な目的のための戦いであったが、インド洋フェニキア人、ベネチア人、バイキングという海上輸送を支配する権力構造が、より古い陸路のカイバル峠ルートの権力に対して行ったアジア・ヨーロッパ間の交易路の支配をめぐる戦いだったのである。宇宙の中の人間の章で指摘した通り、紀元前600年から200年頃までのギリシャ人が、我々の地球は球体であり、かつ太陽系の一惑星であることを発見していた。これは海上を航行する人々による典型的な科学的産物である。また我々はもともと馬に乗っていたローマ皇帝がそうした知識を破壊したことも見てきた。その理由はローマ皇帝の初期の重要な戦略がアジアからヨーロッパへ、コンスタンティノープルから内陸を経由して陸路を取り、カイバル峠へと抜けるルートを再建しようとするということにあったからである。これは後の権力構造が暗黒時代を脱出するのに海洋民族の地球球体説が適しているという判断した理由を説明する。また西暦200年頃にプトレマイオスの円錐統計投影法の地図が、その400年前にエラトステレスが作った地図から皆アメリカだった間違えたアフリカ周りのルートを削除した理由も説明している。海水が地球の4分の3を覆っているがゆえに、より大型の船舶を建造する能力が人間社会の営みの支配に全面的な変化をもたらした。より強大でより優れたものを作る工学技術が発達した。対抗していた権力構造はその関心を海上の兵站線に集中させた。ローマ人の使っていたイギリスへ向かう陸路は時代遅れになった。ジブラルタル海峡を通り大西洋へ入るフェニキア人の船の性能の方が陸路より勝っていたのである。このことは世界中の貿易路をめぐる権力構造間の争いの場を庶民の視野に入る地理、陸上から彼らに気づかれることのないただの海の景色の中へ転じた。北アフリカのバーバリー海岸に出没する海賊船コルセアとの長年にわたる戦いなども陸の人々には目撃されることも知られることもなかった。権力企業を握る者が誰であろうとも庶民には見えないものとなったのである。ついに大型船は地中海を出て大西洋へと乗り出し、アフリカを回って東方へと向かい、そして地球を一周した。かくして内情に通じた者たちは、地球は球体であり無限に外側に広がる平面ではないことを再発見したのである。大規模な戦闘、イギリス、フランス、スペインの旗のもとに遂行された大規模な戦闘は、どの国が世界の外洋に広がる兵站線の思考の支配者となるかを決するものだった。これらの大国は、部隊の背後から指導的な立場を操作されているに過ぎなかった。その舞台裏では、こっそり国家という表看板を道具立てにして、見えない場所に留まっていられる能力によって、効果的な権力を持つようになっていた。大きな野心を抱く個人たちがいた。彼らの勝利は常に強力な支配者が統治する国の名においてなされた。真の権力構造は目に見える国王の権力の陰に隠れた常に見えざる存在であった。性能の優れた船を艦隊として建造するには、木造の船体だけではなく金属製の留め具、鉄の錨や鋲、繊維を編んだロープ、帆布を作るためには材料時代の合成が必要で、また世界各地から産出される木材を用いて船体、帆柱、帆桁、
貝などの多様な機能へと高めることが必要であった。そのためこれらのもはや他の自国にはない重要な供給品を海外から高水準するにあたっては、信用取引は莫大な額に上り、海運業の管理は国際的な銀行家の手に委ねられることになった。目に見えない世界権力構造の成立は以下のような方法で始まる。仮にあなたがそのような大型船の一隻を建造する方法を知っており、野心と夢と十分で、実際に思い切って建造をしてみたとしよう。あなたは数学が駆使できる。あなたはまたは召使いたちには船を建造するための船体、帆桁などの円材、作具等の設計を左右する工学的な数値を容易に計算させられる算術に対する高い能力があり、またその他の船の建造に必要なあらゆる計算を効果的にして、それによって東洋への全行程を無事に航行し、そこで見つけられるはずだった旅行者たちから聞いた素晴らしい材料を積んで帰ってこれるようにする。東洋への航海、そしてヨーロッパへの安全が帰還、それはあたかあなたを一角の財産家にするに違いない。東洋には途方もない宝の山があり、それで一儲けできる。もし船が無事に寄港するならば、船の建造時にはあなた自身が相当に力の強い戦士であることが要求される。一個連隊ほどの人間をあなたの支配下に置くためには、それだけ多くの戦士の頂点に立つ必要がある。またあなたの船の留め具、検索取り付け板、鎖、鋲などを作る金属の加工師、ロープにする繊維質の多い草を立て、網に仕上げるすべての人々、またあなたの帆のために作物を育て、糸に紡ぎ、布地を織るすべての人々、そうした人々を一人残らず率いるには、あなたは誰しも認めるだけの権力を持たねばならない。国のあらゆる熟練労働者があなたの船を作る装備を整えるために雇われなければならない。それに加えてあなたは船を建造している間、それらが熟練労働者だけではなくて、あなたの兵隊と組織を担う全員にも食べさせたりしなければ、全ての農民に命令して彼らの自身の食べる分も含めた食料を生産させなければならない。つまりあなたが恐ろしいまでの権勢を欲していない限り、こういった大型船の一隻も製造する可能性はないのである。その上、船舶の建造には必要不可欠な資材がたくさんあり、自国になければ他国からそれを購入する必要があった。さらに運転資金、腕力や剣の力では解決できないありとあらゆる不測の事態に対処するための金や取引のための現金が必要だった。この段階になると、銀行家があなたの事業と同等の権力を持って参入した。紀元前1500年頃までは、通貨はすべて牛、羊、ヤギ、豚で、それによって生命維持ができる富、実際に人が食べられる富、生きた通貨であった。中でも巨生牛は飛び抜けて大きな食用動物だったので、通貨としては一番価値が高かった。フェニキア人は交易のために牛を運んでいたが、この大きな生き物は長い航海には甚だ厄介な代物でもあった。クレタ島が大型船に乗る人々の本拠地であり、彼らの新しい最大の武器が兵站船を支配する船であった頃のことである。クレタ島はミノア文明、オウシ文明、男性工業の崇拝者の地と呼ばれていた。一通にしたオウシの角は、それをつけた特定の船が真の富、生きた通貨を扱う商人に乗せ、船内には各地の特産物と交換するための牛を積んでいたことを象徴化したものであった。一対の角を頭飾りとつけた北の人々は、フェニキア人、バーネット人、ビーキング、バイキングたち自身はビーキングと発音していた。そのビーキングであった。ビーネッツア人、フェニキア人、ポイニ戦争、パント、ポート、とある、
プンとは、PUN とは、あるアフリカの黒人の言葉では赤を意味する。そういうバイキングは単にヨーロッパの最北の貿易商人でありに過ぎない。ビーキングは、ビーネッツァ人、フリージアン、すなわちフェニキア人、ポルトガル人などはすべて混血の海洋民族である。交易のために牛を運ぶ段階を経たフェニキア人は、紀元前1500年頃、まず鉄を一対のお牛の角のように見える半円形に片付くった金属貨幣を作り出した。今日、多くの人はそれをブレスレットと間違えている。時期に交易商人は以前訪れたことのない外国では、人々は牛との交換交易時代を記憶していないので、したがって鉄でできたミンチ屋のお牛の角は理解されないことに気がついた。金属が交易に用いられるの中、人々との交易に好まれる他の種類の金属があった。銀、銅、そして金は簡単に重さが測ることができ、見た目の美しさから、鉄製のお牛の角の象徴よりも好まれた。この金属の鋳造貨幣は、すぐに世界貿易計画に導入された。最初の硬貨には、フェニキア人の故国の支配者の肖像が刻まれていた。この鋳造貨幣への切り替えは、世界情勢のほとんどを支配していた権力機構集団が、都市国家の支配から兵団戦の支配へと大きな転換点と同時に起こった。フェニキア人が異なる言語を持つ多くの人々との交易を始めたのは、世界中の人々によって話される異なる単語の音を記録する方法を必要としたことから、標音式綴り方、つまりフェニキア式綴り字を発明した時期でもあった。つまり連続する個々の音を別々に発音し、それぞれの音を象徴する文字を発明したのである。標音式綴り方によって人間の文字によるコミュニケーションが大きく変わった。東洋で用いられていた視覚的な象徴によって概念化された文字は、複雑な象形文字として完成し、しばしば目にする漫画のように全体的な特徴のみを書いた全体の話を視覚的に伝えるものだった。実際、表意文字からフェニキア式表音文字への転換は一大変革だった。表音式綴り方においては、それぞれの文字が一つの音を表し、それ自体には意味がない。いくつかの音が一つの単語を作り、そしてたくさんの単語が集まり、何らかの意味、つまり文を作るのである。これは、エズラ・バウンドが言うように、バベルの塔の物語と符合するような歴史的大事件であった。バウンドによれば、それは人類が観念全体の概念的象徴、つまり、強力な普遍化を失ったと同時に、ここに意味をなさなかった音のつながりによる発音による引き裂かれ、ここに意味をなさなかった音のつながりによる発生に引き裂かれたのである。表音文字の規則を理解するには、人は一種の専門家になる必要があった。単語を綴るやり方は、表意文字の十分うまくつながりこなしてきた大多数の人々を情報伝達から締め出してしまったのである。牛からゴールドへの世界的貿易手段が徐々に変わっていくと、世界を股にかける海賊の跳躍をもたらした。海賊たちは小さいが小回りの利く船を作り、大きな商船が2年にわたり東洋からの旅を終え、富を満載して故国に帰り着く直線を狙い、闇に紛れて乱入して船を乗っ取り、黄金を中心に略奪を行った。黄金を取り上げると海賊はしばしば用済みの船を焼き払った。すでに序章で述べたように、イギリスがトラファルガーの戦いで勝利を収め、世界中の兵団戦をその支配下に置いたのは、東インド会社設立からおよそ200年後の1805年のことであった。今やイギリス人が世界の海上権を支配していた。大英帝国は史上初の太陽の沈まない帝国であると、世界中の人々から称賛された。いや、違う、称えられた。
自分たちの金を海から遠ざけ、海賊の手が届かないようにするために、イギリス人は世界中の貿易相手との支配者と取引をして、以後相互貿易の毎年の決算は年末にロンドンにある貸方の銀行から同じロンドンにある貸方の銀行へと金を移動することで生産されることになった。この方法で人々は金を海から隔離し、海賊の奇襲急襲から守った。これにより今日貿易収支決算と呼ばれる方式をもたらしたのである。国際貿易はあらゆる事業の中で最も利益を生むものとなり、土地に対する国王お墨付きの証書を持つ大地主、所有者はしばしば金を扱う国際的な金貸し事業へ投機した。大土地豪族は自分の牧牛やその他の物的資産、または自分の土地で再生産される農産物を見返り担保として銀行家に預けて金を借り、企業主が船を建造する費用の負担を引き受けた。しかし、もしその船が無事に帰ってくれば、企業主も銀行家と共に莫大な利益を得ることになった。一攫千金を手にした企業主は、銀行家に借りた金を返し、銀行家は見返りに担保として確保していた牛を元の持ち主へと返した。しかし、その航海の間、普通ヨーロッパと東洋を往復するには2年を要した。担保に入れていた牛は子牛、つまり金と、ドイツ語で子供の意味を生むので、ここに陰金と、つまり現物と支払えるべき利子という概念が生じた。すなわち銀行家が抵当として確保していた間に生まれた牛は銀行家に属するものとされたのである。上、フェニキア人が貿易戦略を牛輸送から金貨貨幣の輸送へと切り替えたときに、金属貨幣は巨額の金、金等を増やしはしなかったが、利子をもたらすという考え方は生き残った。これは利子分が最初の貨幣価値から差し引かれることを意味するもので、当然借り手の元本の純資産額は低下した。このようにして、金属貨幣を扱う銀行業は当初の考え方とは異なった業務となった。20世紀の銀行業では、預金者たちは自分たちの金は銀行の金庫室で安全に保管されているものだと思い込んでいるが、事実はその金は預けられた数秒の後には普通預金者に払われる利率よりも高い金利で保管に貸し出しされている。硬貨や紙幣は古、金等を生まないので、銀行家のいわゆる分け前は実際には預金者の真の富である預金から差し引かなければならない。ベネツィアの商業銀行家は、やがてベネツィア人、フェニキア人の投機的貿易事業の費用負担を引き受けるようになった。こうして国際貿易の融資は、たちまち銀行業務のうちで重要な項目になっていた。ベインスの商人、シャイロックとその借り手の一本の肉という罰は、銀行側の利子には、実際には預金者と借金者のどちらにとっても命の綱である純金資産を減らすということになっているという事実に注意を促すためのシェイクスピア流のやり方だった。初期のヨーロッパの民間銀行グループが富を操る巨額の財産を築いたのは、政治的な支配権の取得計画に莫大な融資を行ったのと同様に、このように国際的な航海、貿易、個人旅行への融資によるところが大きかった。19世紀後半、J.P. モルガンが強大な力を持つようになったのも、アメリカ、ヨーロッパ間の貿易への融資という類似した状況のもとであった。パリ、ロンドン、フィラデルフィア、ニューヨークに銀行を構え、モルガンは人々の海外旅行やその荷物の相互輸送に資金を貸し付け、他銀行への信用状を発行したのみならず、新時代を開く鉄道、造船、採鉱、製造、発電といった主要な事業全般に融資を図り、それらを支配した。高打した強大な業務のおかげで、銀行は予測されるリスクの度合いを極めて洞察力を持つようになった。損害の恐れのある事業にかける人々は助言を求めて銀行へ赴いた。このようにして木造船から鋼鉄船となり、
最高に付随した溶鉱炉建設や鉄鋼圧延機の開発と同様に、ボイラー、エンジン、発電機、空調システムの製造へと社会に進むにつれて、JP モルガンはアメリカで最も影響力のある金融資本家としての地位を築いていったのである。世界的権力構造の北アメリカの業務介入をより理解するために、ここで19世紀から17、8世紀に蘇って、北アメリカの始まりとアメリカの社会経済的な側面と話を転じてみよう。ヨーロッパによる植民地化はいくつかの主要な方法で起こった。スペイン人による植民地化は、国王から王の有力な支持者へ譲渡されたハシエンダという大農場によって成し遂げられた。大農場の開発は中米とメキシコに始まり、北はカリフォルニアにまで広がった。イギリス国王もまた北米の凍結戦以南の南東の沿岸部にある広大な大農園、プランテーションを長身たちに払い下げた。フランス人は北アメリカの二つの場所にやってきた。メキシコ湾とミシシッピー川下流の三角州。ここには流刑者が送り込まれた。二つ目に、カナダのセントルイス、ローレンス川周辺。人々はここから五大湖を経由して西方へ、さらにミシシッピー川を伝わって南方へと向かい、ミシシッピー川流域から北方へと、西方の探査のために川を蘇ってくる入植者たちと合流をした。イギリス国王による払い下げは北東部沿岸でも行われたが、この地は恐ろしく寒冷で生活をしていく上は非常に困難だった。入植はさらに難しかったので、北部でイギリス国王から広い土地の払い下げを受けた国王の長身たちは、他の人々、つまり地主からの土地を借りた人々たちが行う入植はいかなるものであれ、それを奨励するためには何でも行った。政教徒や宗教的信念を持つ人々は、思想と行動の自由を得た代わりに、未開の原野で厳しい冬の寒さの中で自分たちの生命を危険にさらさなければならなかった。北アメリカの北東沿岸で入植活動に携わる個人は地主ではなく、地主は安全なヨーロッパに残っていた。南部では国王の長身であった地主自身が居住し、多くの大農園を自ら経営した。北部と南部とでは理由ははっきり異なるが、北アメリカ東部のイギリス系の人々はアメリカ独立戦争によって旧世界から離脱することとなるのである。今や我々に完全に見えないものとなってしまった世界的権力構造をたどっていく上で注目すべき重要な点は、世界政体としての大英帝国がアメリカ独立戦争に敗れたが、その背景にあった権力構造は敗れなかったということである。表舞台の最も目につく権力構造は東インド会社である。これは完全な私企業であったが、その旗は1600年にエリザベス女王の許可を受けたもので、偶然にも13本の赤と白の横縞が書かれ、左上の隅には青い長い中字形が長方形があった。そして青い長方形の中には白地に赤でセントアンドレ十字の X 字型とセントジョージ十字型の十字型を重ね合わせた二重の十字があった。ボストンティーパーティー事件が起こった時に、インディアンの変装をした入植者たちは、東インド会社の3隻の船に乗り込み、本国から高い関税をかけられていた茶の積み荷を残らず海へ投げ捨てた。彼らはまた東インド会社最大の貿易船、ダートマス号のマストの先から旗を引きずり下ろした。ジョージ・ワシントンはマサチューセッツ州ケンブリッジのシーの木の下で北米大陸合衆国軍の指揮を取った。この時
使われた旗は東インド会社の旗で、そこには全く偶然にも13本の赤と白の横縞が入っていた。それは単なる偶然の一致だったが、人々の多くは13本の赤と白の横縞は13のアメリカ植民地を表していると考えた。それゆえまさにふさわしいものだったのである。しかし人々は旗の上部隅にある青い長方形の中にイギリス国旗を表す二重の十字が含まれていることのが不満だった。そこでジョージ・ワシントンはベッツィ・ロスと協議して、13本の赤と白の横縞の隅には青地に白く5つの尖った先端を持つ星を13個入れることにした。イギリス政府が1776年のアメリカ独立戦争に負けた一方で、その背後で見えない権力構造を構成していた東インド会社の船主は、政府の敗戦と無縁であっただけではなく、終戦後最も力を持っていた地主と共に新しい合衆国経済のただ中に入り込んでいった。全くの偶然によって、私はこのアメリカ史に関して一般に知られていない次のエピソードを発見することになったのだった。1970年、インド政府にボンベイ、ニューデリー、マドラスの新しい空港の設計を依頼されて、私はマドラスのイギリス要塞内の広大な官邸を訪れていた。そこは1600年にイギリス人がインドで最初に定住した地だった。そこで私は女王エリザベス1世の肖像画と1600年当時の東インド会社の旗を見た。それは13本の赤と白の横縞とその隅に十字を重ね合わせたものだった。私をひどく驚かせたのは、その旗、アメリカ国旗のように見えた。その旗が明らかに西暦1600年独立戦争の175年前に使われていたことであった。その旗は階段の踊り場の壁に干ばつに書かれた女王エリザベス1世の肖像と並んで壁の上に直接書かれており、あたかも東インド会社の紋章のようだった。アメリカ独立戦争の最高指導者は典型的な南部人ジョージ・ワシントンとトーマス・ジェファーソンだった。二人とも王室から直接に土地の払い下げを受けた大地主であり、北の国々の正教徒の入植者は比較的貧弱な個人的賃借人であるのと対照をなしていた。戦争が終わると、アレクサンダー・ハミルトンは議会を前にして、こうして作られた国が将来いくつかの富を持つことは独立宣言に署名した人々の意図することではないと主張をした。富とはアダム・スミスと提唱するように土地であるとハミルトンは主張する。波の入植者のわずか数百エーカーほどの自作農場とは対照的に、国王からの払い下げ証書を持つ大地主は何十万、時には何百万エーカーの圧倒的な土地は完全に私人に属する重要なものである。ハミルトンは誕生した合衆国政府は時々金が必要となるだろうから、その金を裕福な地主の銀行から借りなければならないし、利子をつけて銀行へ返さなければならないと主張し続けた。これがあいつらだな。私たちが代表する政府が借りた金によって国民が利益を受けるのならば、国民はその借りた金に利子をつけて地主へ返すために喜んで税を課せられるであろう。ここに一世紀半にも及ぶ富をめぐるポーカーゲームが始まった。カードは世界権力構造によって常に大印にのみに配られた。強大な権力者が土地を持っているのは神からの授かったものではなくて、王から与えられたものであることは明らかではあるが、しかし国王は教会の是認のもとに神の祝福を受けていると判断した。こうした証書の扱いによって、何世紀にもわたる土地証書の相続をもとに、数多く裁判所の判決や法律的慣例を生み出してきた。かくて、地主の証書はもともと戦争の功績から分配されている証書から発展した。そして、大地主は区分した土地を小作人に貸し付け、小作人は地主に10分の1、教区税、教会及び生息者の生活の維持のための物納、というものを、ないしは小作料と証書に記された土地内での自然の力により収穫された富の中から利子を払わなければならなかった。
とんでもない世界だね。地主は徴収された10分の1の税を入れる納屋を建て、籠に入った小麦物を蓄えた。フィッシャスとはフラテン語で籠を意味することから、会計、フィジカルを年度とは収穫された賞味の穀物を籠で計算する、計量することで締めくくる意味としても、もちろん真の利益の配分は太陽の放射エネルギーを受けた植物が光合成を行って閉じ込める再生的な代謝の増加にあり、また他の水素との生物的相互調整による炭化水素分子の構築と増殖の中にある。明らかにこの自然の富の再生と増加の過程は地主の功績によるものではない。私が幼かった頃、とても裕福だと誰からも思われている人々がいた。その裕福さが何から成り立っているのか、ほんの少しでも考えたことのある人間はいなかった。目に見える土地、金持ちが住む建物の群れ、加えて馬、馬車、ヨット以上には何も考えたことはなかったのである。重要なのは、その人たちが恐ろしく金持ちだと知られていることである。裕福な人々はしたいと思うことをほぼ何でもできた。貨物船を持つ人々もたくさんいた。しかしながら一番のお金持ちはしばしばとても質素な生活をする傾向にあった。もちろん硬貨を鋳造し、貨幣と硬貨と投下物であり紙幣を発行したのは、まさまざまな投機的な民間資本銀行型の土地所有制度の中にあった銀行の重役たちである。企業は裕福な地主から資金の提供を受け、それによって地主たちには企業は株式を発行し、運が良ければ配当金が支払われた。金持ちたちは自分たちの私設銀行、例えば JP モルガン&カンパニーを持つことがあった。一般庶民は競って自分たちの稼ぎを裕福な人々の銀行へ預けた。先に述べたように、すべての理由から、富裕階級の富が本当は何からできているのか、またどれくらいあるのか、誰も知らなかった。第一次世界大戦が終わるまで所得税はなかった。しかし、所得税といっても富の蓄えをすべて明らかにするものではなかった。富者のも申告した収入のみが明らかにされ、銀行では資本的資産の価値の公表に関わった銀行家以外の人によって、銀行に預金された全てを十分に保証するために考慮した様々な実質的な資産の総額によって資本化され、現在価値化し算出された。これらの資本的資産の価値の決定は、その国王の証書付きで保有していた膨大な土地のほんの一部として、売買できる価格の範囲内の明確な平衡法、公平と正義の点で非成分的慣習法の不備を補う法律、そういうものに基づいて大地主間で内密に合意されたものである。金持ちはより金を儲け、貧乏人は子沢山になるとは1920年代初めの流行歌である。賃金を信じがたいほど低く、金持ちは歌にあるように広い家を建てることができ、また別の歌にあるようにそこには大勢の召使いを済ました。しかし公開されないポーカーの文字札のように、富者は本当は何を持っているかを知るものはなかった。私は快適に暮らせる程度ではあったが、馬と馬車を買って乗り回せるほど裕福ではない家庭に育った。私にとって裕福とはただ、あまりにも幻想的なように見えた。こういった状態がやがて私たちに第一次世界大戦をもたらした。なぜ？それは最初の世界大戦と呼ばれたのだろうか。それまでは全ての土地が主要な富である時代に行われた戦争であった。土地はそれが生活に欠かせない食物を生産するがゆえに富だった。土地が富であった時代の戦争では、対抗し合う勢力は農民を農地から連れ去って兵士とした。その兵士たちは農作物の食料供給を枯渇され、農地を踏み荒らした。戦争は局地的なものであった。1810年、マナサスが地球上で人類の生命維持のために行われる食料生産は根本的に不十分だという説を発表してからわずか5年後に電報が発明された。通信には導線が使われた。これは科学技術の発展という新時代の始まりであった。
科学研究の成果を応用して機械的、科学的に、また電解的に合金にしたり、合金にしたり合成して使用するために金属の使用が爆発的に増大する時代がやってきたのである。様々な金属は土地の食料生産の効率を飛躍的に高めた。錆びない密閉ブリキ管の開発は食物を保存して地球上の人間の住むところにどこへでも運搬することを可能にした。先進的な工業のすべてに関わる新技術は19世紀半ばの鉄鋼の生産によって幕を切り落とされたが、その新技術のいずれにとっても双方的な種々の基本金を作るのに知られている限りのあらゆる金属元素の使用が欠かせなかった。例えばブリキ管に含まれる錫はマレー海峡から、鉄はバージニア州西部の鉱山から、そしてマンガンはロシア南部から運ばれたのである。金属が農地や古くからの漁師のものである食料生産のための土地で発見されることは稀だった。金属が発見されるのは常にではないが、大抵は山の中で、世界中の国のそれぞれが遠く隔たった辺鄙な地域だった。鉱山の所有権は最初にそこの所有権請求を正規的に提出した者に対して政府から与えられた。農業と漁業が生み出す食料の有効利用に利用を可能にしたのは、外洋を利用し大陸間国家間で行われたこれらの金属の貿易であった。外洋での不正取引の支配権を握っていたのは世界中の兵団船を支配していた人々、つまり交易商人と海賊たちで、彼らはまとめて大英帝国として知られていた。世界を結ぶ貿易は国際的な銀行家とその発行する信用状や為替手形、それに類する書類によって融資を受け、使途が明確に報告され、最大限の利益が追求された。国際的な銀行業務により、実業家がその輸出品とともに輸入業者先まで出向いて集金をする必要を大幅に減った。世界の至るところで採集される金属は、世界中で増加する人類の生活水準を高めるのに最も重要だったため、見えない舞台裏で続く世界的権力機構による貿易支配をめぐる構想は、ついに目に見える形で第一次世界大戦を勃発させることになったのである。大戦は世界権力構造の外部がイギリスという内部から世界の外洋上の兵団船支配を、ね、奪うという野心を実行に移した結果であった。外部はイギリス海軍には単に海面上の防御をしているだけで、すでに実験済みの新たな発明品、海面下を進むことのできる潜水艦と海の上空を飛ぶ飛行機があるということが分かっていた。そこで舞台裏政権力の外部は、世界権力機構の内部の二次平面的な防衛に対して多次元的な攻撃戦略を採用した。見えない世界権力機構の外部はドイツとその同盟国を操り、見えない世界権力機構の内部はイギリスとその連合国を操っていた。水中戦略により外部は内部の兵団船を壊滅させた。J.P. モルガンはイギリスとその連合国のために働く内部の側の権力機構の目に見える財政上の助言者であった。1914年当時におけるアメリカの工業生産力は非常に大きく、それを支える未開発の合衆国金属資源、特に鉄と銅の埋蔵量はさらに膨大なものであった。19世紀を通して構想を続ける見えない世界権力機構は、すべてのアメリカ合衆国企業の公平法に基づいて多額の投資を行った。その19世紀を通じて北アメリカ経済は合衆国の膨大な資源に加え、ヨーロッパから輸入されたおびただしい数の新しい産業機械のおかげで高い生産性を確立した。合衆国の経済はありとあらゆる工業設備を充実させ、イギリス、フランス、ドイツ、その他ヨーロッパ諸国で発明されたものの経験から学んだ実用的な改良が加えられ、アメリカ国内で再生産された。
1914年、バルカン半島で第一次世界大戦が始まり、ヨーロッパ大陸ではベルギーとフランスが参戦した。イギリス諸島は世界の海の平坦線を支配する外洋上の海軍の不沈戦艦敵対象となった。敵象徴となった。不沈戦艦は外洋上の平坦線を支配するヨーロッパの取引先の港の制海権を握った。ヨーロッパ大陸上に広まった戦争を継続させている平坦線がもし完全に断ち切れるならば、外部は内部の機関であるイギリス諸島を獲得できるだろう。そしてそれは内部の敗北を意味することになるだろう。1914年、アメリカの合衆国参戦の3年前に、J.P. モルガンは連合国の財政的助言者として、敵の潜水艦から受けた兵站船の損失を穴埋めさせるために、アメリカが国内での買い付けを始めた。モルガンは買いまくった。入手可能な金の保有量から推測される信頼できる世界規模の銀行業務の資金調達の基準から言うと、モルガンがイギリス人とその連合国のためにアメリカ合衆国から買い付けた物資の総額が、内部の権力機構が手に入れることのできる通貨としての世界の地金の合計と等しくなる時点が来た。この歴史上前例のない規模の連合国側の買い付けにもかかわらず、それは合衆国の生産力のごく一部分を購入したに過ぎなかった。そこでイギリスとその連合国を代表して買っているモルガンは、信用による借り入れで内部が世界から売ることのできる金と銀の合計量の2倍に相当する物資を購入するというところまで行った。その時もまだ合衆国の潜在的生産力のほんのわずかしか現実に利用されていなかった。連合国の信用取引の代金、後払い能力はもうこれ以上拡大されることはなかったために、アメリカの生産力をよどみなく引き出し、高め続けるには、合衆国自身を内部の側に立たせて戦争に参加させるしか道はなかった。その結果、合衆国は連合国と自国との双方の戦争の成果を支援するために、自国の生産力を買うことになったのである。巧妙な心理作戦と宣伝活動を駆使して、内部はアメリカに自分たちが民主主義を守るために戦っているのだと信じ込ませた。私は当時の若者の一人として、誰もが民主主義を守ることにどんなに熱狂的になっていたかを思い出す。直ちにアメリカ政府はイギリスとその連合国に尋ねた。そちらでは何が必要か。内部は答えた。100万の訓練された武装した兵と彼らをフランスまで運ぶ船、そして潜水艦によって沈められてしまった船の代わりになる多数の新しい船、我々は戦車、飛行機、武器弾薬をフランスまで運び続けるための船を支給、要求する。内部はまた、アメリカ海軍がイギリス海軍と等しい強さを持ち、それに加えてドイツ潜水艦隊と対抗できるような兵力を緊急に増強するように懇願した。その間、我々イギリス海軍はドイツ外洋艦隊を封じ込めておく。我々はこれら全てをアメリカに望む。アメリカは電話、電信、電力といった合衆国産業の多くを摂取し、稼働させ、それらに新しい設備を与える必要とされた全てのものを生産した。1914年から1918年にかけて、人類は歴史上初めて産業形態を変える総合計画に取り掛かった。有線から無線通信へ、軌道輸送から無軌道輸送へ、二次元輸送から四次元輸送へ、目に見える構造と機械技術から目に見えない原子や分子の構造と機械技術へと進んだ。一年以内に訓練を受けた武器を携えた100万のアメリカ兵は、潜水艦の兵士が一人も欠けることなく無事フランスへ運ばれた。フランスについて兵士は戦線に加わった。
米国海軍と米国商船の助けでより強力に再建された兵站船を経て内部が間もなく勝つであろうことは明白であった。今や連合国の購買代理人を務めるとともに連合国権力機構の資本主義システムの銀行を代表している J.P. モルガンはアメリカ議会に向かっていった。あなたたちはどのようにしてこれらの代金の全部を支払うつもりですか。アメリカ議会は言った。支払いとはどういう意味か。これは我々自身の富だ。この戦争は民主主義を守るための我々の戦争である。我々は戦争で勝利を収め、そして軍備の生産をやめるだろう。モルガンは言った。あなたたちはアレクサンダー・ハミルトンを忘れてしまったんですね。アメリカ政府にはまるっきり金がありません。あなたたちは代金をちゃんと支払うことになるが、金がないのだから全部銀行から借りなければならないでしょう。あなた方はこの巨額な戦争の付けの支払いにこの私モルガンから金を借りることになるでしょう。それからあなたたちは借金を返すために税金で金を工面しなければなりません。支払いに充てる膨大な資金調達のためにモルガン氏とその法律顧問軍団は合衆国政府のために自由リバティ国債と勝利ビクトリー国債を考え出した。そして合衆国議会は所得税を発明した。合衆国議会が毎年の所得税の概要を定める立法措置を計画している間に、我々人民は初めて富を操るポーカーゲームの持ちカードをちらっと覗き見た。しかし、それは彼らの課税し得る収入総額内であり、彼らのポーカーゲームにおける重要な財産目録ではなかった。第一次世界大戦を通して合衆国の工業生産は1780億ドルにも達した。世界中には通貨としてのゴールドはわずか300億ドルしかなかったので、この新たな巨額の通貨の流れはヨーロッパ連合国の権力機構の財政を握る黒幕がそれまでに経験していた制御可能な範囲をはるかに超えていた。第一次世界大戦が連合国勝利のうちに終わってみると、勝った国も負けた国も皆アメリカからの借金に首が回らなくなっていた。アメリカ合衆国からの借金は内部側の世界におけるゴールド全部の2倍にも上っていたので、第一次大戦に関わった国は全て手元にある限りのゴールドを米国へ支払った。その途方もない額をゴールドによって支払ったにもかかわらず、すべての国は依然合衆国からの借金にどっぷり使っていた。その後、これらの国々は金本位制をやめてしまった。アメリカへ支払われた通貨としての地金は、人に残らず、ケンタッキー州フォートノックスにある山中の倉庫へ保管された。国際貿易は完全に動きを止めてしまい、アメリカ合衆国は図らずも自国が新しい世界の金融の支配権を握る存在になってしまったことに気づいた。合衆国は早々諸外国に対して膨大な貿易代金の支払いをローンにする手はずを整えた。クレジットローンによって諸国の購買力を融資することでアメリカ合衆国には輸出入の急激な好景気が訪れ、それは1920年代初期の景気後退と新たな好景気とを経て1929年の大恐慌へと続いた。大恐慌の原因のいくつかは1900年から第一次大戦の始まった1914年、そして合衆国が参戦した1917年の間にかけて国内であまりにも急激に起こった技術革新によみがえる。それらの技術的経済的進歩の中で最も重要な出来事は電力に関するものである。電気伝導体として一番優れているのは金であり、銀が2番目、わずかの差で銅が3番目であった。この三つの中で金が最も希少価値があり、続いて銀、そして銅となる。比較的量は少ないものの、銅は良質の電気伝導体としては一番豊富であった。銅はまた、放電の際の火花を散らさないので、火薬を詰め込んだ弾丸や大型の薬器後の安全な外皮材となった。
これらの事情から1917年の1年間だけで人類史上始まって以来、それまでのどの年に使われた量の累計よりも多量の銅が採掘され、精錬されて、針金、缶、薄板、その他の製品に作り変えられた。戦争が終わり、発掘、掘り出されて、発電機や電動台に形を変えた銅は、すべて鉱山に戻ることも腐ることもなかった。第一次世界大戦は、農民の生活を向上させるための土地所有権を争うものでなく、無生物的なエネルギー、石炭、石油だけでなく、ナイアガラ、その他の滝で発電される機械的エネルギー源と、動力駆動による工業生産をめぐる戦争であった。合衆国は初めて石油を燃やし、蒸気タービンを回転させ、発電を行った。終戦後、これらの発電装置は稼働できる最良の状態にあった。潜在的生産力は恐ろしく高かった。それは富を生産する可能性という富であって、言うまでもなく、それは戦争の結果ではあるが、以前は決して存在しなかった。確立されていた生産能力は非常に高く、2年の間に船やトラック、そして軍備のすべてを生産することができたほどであった。新たな工業社会の巨人となったアメリカ合衆国が経済面でしようとしたことは何か。政府の出資により生み出されたこの富と企業の株主によるその所有が予期せぬほど巨大だったので、戦争を利用して暴利を貪ることは道徳上妥当ではないという多くの否定的な意見が生じた。大量生産でき、よく売れる可能性のある魅力的で有用な多くの製品があった。若い人々は自動車を欲しがったが、自動車は高額な装置だった。1920年代にはその高価な装置は現金でのみ販売されていた。第二次大戦後の合衆国には限定生産される自動車を購入する裕福な層が人々が十分存在したので、簡単にその市場が形成できた。1920年代には小売業で銀行の支援を受けた長期分割払いによる販売方法はなかった。銀行は金持ちの大企業からはトラックのような運輸装置、大型移動装置の資本財に対しては動産を抵当にした長期分割払いを受け入れたのであろう。しかし、個人所有の自動車のような故障しやすく、それに乗って逃げることも可能な機械装置の資本財に対して自分たちの金を儲けるかけるなどということ、考えもしなかっただろう。銀行が自動車購入融資しようとせず、若者たちの多くは賃金を稼ぐか、元手がないのに車を欲しがるために彼らに金を貸し付ける。いざ、返済が滞れば容赦なく追い詰めるという悪辣な連中が現れた。どんどん増え続ける長期分割払いによる支援と裕福な人々の両者によって自動車市場は開かれた。大量生産は維持された。1922年には125の独立した自動車会社があった。それらのほとんどはカラフルのデザインを施した自動車と、その車でカーレースに参加する個人に引き入れられ、その名にちなんで社名も付けられていた。それらの会社は毎年全く新しくより良い自動車を生産する努力で生き残りを図ったが、大部分はコスト高であった。彼らの多くは自分たちの技術生産力を超えた注文を引き受けた。これらの天才自動車デザイナーのふるさとの出資者たちが支援したので、彼らはより優れた工作機械を入手し、より大きな工場を建てることができた。ウォール街では自動車会社の多くの株がすぐに売られていた。自動車デザイナーによる経営にありがちな生産、販売、整備の経験不足のため破産していった人たちは次第に増えていった。1926年、ウォール街の株式仲買会社であるとこのディロン・リード&カンパニーは自動車生産分野の総合的コスト研究を行った。それによると、1926年の時点で生産台数13万台が大量生産と、その生産価格で採算の取れる最低ラインであった。それより生産台数が少なくなると、ずっと高い価格で販売しなければならなかった。
高い価格を正当化するには、その車が非常に優れている必要があった。イギリス製のロールス・ロイスがアメリカ市場での最高価格をつけていた。アメリカ車のトップの座をめぐって、パッカード、ピアス、キャデラック、ピアス・アロー、ロコモービル、ロージア、リーランドなどの間で熾烈な戦いが繰り広げられた。これら高級車のフレーム、車体、エンジン、部品は全部その車内工場で製造された。ビュイックのように中級車もいくつかあった。中型車の範疇の約100車種の大半は独立した工場で特別なエンジンやフレーム、その他の部品を組み立てられていた。自動車会社の倒産率はかなり高かった。ディロン・リードはほとんど潰れかかっているいくつかの会社を買収して率先してウォール街を窮地から救い出した。それらの会社はダッジ、ファミリーのように年間生産台数が13万台を上回る量産設備を整え、互いに一箇所に固まって立地された。彼らはそのベンチャー企業をクライスラーカンパニーと名付けた。ディロン・リードは新車のデザインに特別の興味を抱く自動車会社の社長たちの首を切り、その後任に生産技術者を添えた。ウォール街はこの例に倣い、あらゆる自動車会社の社長に生産技術者を任命した。例外はフォードで、彼は自分の会社を完全に所有していたので、ウォール街にも多数の株のバイヤーにも負い目がなかった。ロー・ヘンリー自身がすでに大量生産の発想者、創設者であり、技術的達人だったのである。アメリカ大衆は、例年の自動車展示会が大好きだったので、カラフルな自動車のデザイナーである社長を全部叩き出したウォール街の金融者たちは、マデソン街に広告産業を設立して、新たな戦略を開始した。彼らは見かけだけの、全く気候とは無縁の新しい夢のような美しい車のドローイングを描くための新しいエアブラシの使い方を知っている芸術家を雇った。彼らは外見上の泥除けとラジエーターを変えるだけの見えない部分では何ら設計変更、変化のない新型車のデザインを描いた。それらの部品類はデトロイト近郊で創業している厳しい競争を続けている小さな部品製造業者によって作られ、大きな会社に買い取られた。こうしてアメリカンビジネスにおいて、しばしば率直さと天真爛漫さに満ちたヤンキーの発明の際として、世界的に尊重された誠実さが衰退していった。合衆国の大会社はペテン、つまり捏造された新型車によって金儲けを始め、エンジニアリング、デザインの進歩はスタイルだけのデザイン変更に置き換えられた。20世紀の終わりには、最初はフォード、次いでゼネラルモータースが自分たちで分割払いの金融会社を設立した。アメリカの銀行たちは言った。好きなようにやらせておけ、後で後悔するさ。車だってふぅ、借り手が金を払わなくなって、傷ついた車をせっせと回収して歩くなんて、俺たちはごめんだね。銀行家たちはこうも言った。自動車を後払いで買うなんて不道徳だ。車は大変贅沢品だよ。新しい大量生産社会の中で、銀行家が本気で財政的に支援したかったのは、トラクターで駆動する農業機械だった。農業機械は売りやすかった。市場用の耕運機か、収穫機の上に座って畑を行き来し、以前なら人力で何週間もかかっていた同じ量の仕事を一日でこなしながら、農民は独り言を言う。もっとたくさんの金がもう少し楽に稼げる。そこで銀行家は農業機械の生産と販売への融資を引き受けた。彼らは機械に動的抵当権を、農地そのものとそこのあらゆる建物に不動産抵当権を設定して確保した。銀行家はそういう方法を好んだ。これらの機械を分割払いで農民に販売することを銀行は意気込んで引き受けた。これを不道徳であるとは決して考えなかったのである。農民は食料という富を生産しているからである。自動車を乗りますやからは、ただ楽しみのために乗っているに過ぎない。そのうちに1926年になって、豚肉市場の景気がひどく悪化した。多くの農民は彼らの動力駆動機械の支払いができなくなった。
中央銀行は支払いを滞納している農民の抵当物件を抵当流れ処分にして農場と機械を取り上げた。銀行家は農場には難なく買い手がつくものと決め込んでいた。しかし農場主になろうと持ち構えている非農民は多くはなく、本物の農民は大抵銀行によって抵当物件を差し押さえられて廃業に追い込まれてしまっていたので、自分の農場を買い戻すことはできなかった。都市から郊外に出ていたこれらの農場を買いたがる人はいなかった。パリを見てしまった後でどうやって彼らは農場に縛り付けておくつもりかねとは、第一次大戦の後の流行歌の一節である。その結果掘り返されたまま種のまかれていない表土は農場を覆い、砂嵐の吹きすさぶ乾燥地帯、荒人地帯が増えていった。注目に値するのは、1900年にはアメリカ合衆国の 90% は農場で働いて生活をしていたのに、1979年にはわずか 7% しか農場にはおらず、しかもそのほとんどは大企業の所有者不在の農地の現場監督であったことである。今日農地の所有者はもはや農民でも独立した個人でもなくなっている。彼らは巨大なビジネスのコングロマリットである。1934年、政府による農業機械に関する農会の助成と融資が開始され、後になって生産用のエーカー数が保持されるようになり、結果として1978年、カーター大統領はロシア向けの重要な穀物や他の戦略上の船荷の打ち切りによって大企業に譲歩させるための膨大な支払い費用を作り出すことになった。次に合衆国政府は、ロッキードやクライスラーのような政府が倒産を見過ごすことのできない機関軍備供給元である大企業に対して膨大な補助金で助成することにした。結局、合衆国の納税者たちは、もともとは何十億ドルをも超える資産を所有していながら、危ないとされる企業を危機から脱出させるために経済支援をさせられることになるのだろう。さて、1926年、27年、28年、29年に銀行家たちが無効となった契約条件に基づいて農業用機械を売却したことから始まる一連の出来事に戻ろう。抵当とは権利の継続期間の消滅という意味である。1927年、1928年と西部の大手銀行都市大手都市銀行は農業用機械購入の資金を融通し、そのための貸付が空前の規模で拡大していくにつれて、不足を補うための他の大手都市銀行からの借金を続けてきた傘下の地方銀行に対して、抵当物件の受け戻し権を執行させた。最初は小さな、そして次第に規模の大きな銀行が気づいたところは、自分たちが差し押さえた農家には家の中にトイレがなく、屋根は崩れ落ちて、農家は納屋はみすぼらしく、破産、欧州不動産、取り戻しの令状の対象となる農機具は雨にさらされて錆びつき、そして買い手がつかなかったということだった。悪い噂は徐々に広まった。小規模銀行の取り付け騒ぎが始まった。そして1929年、株式市場に大暴落が起こった。経済情勢は悪化する一方であった。失業者が増えた。相場は刻々と下がり続けた。誰も金がなく、何も買えなかった。だんだん規模の大きな銀行の抵当物件を差し押さえねばならなくなり、とうとう1933年、初めのある日、5000もの銀行が手持ち資金を取り付け騒ぎから守るために廃業した。人々は落胆し、個人としても集団としても、この経済崩壊を食い止めるためにどうすることもできなかった。経済は荒んでバラバラだった。人々は抗議のデモ行進をする力もなかった。あまりにも意気消沈してしまい、ただ家の中や広場に黙って座り込んだ。ニューヨークの地下鉄は、コンクリートのプラットフォームや階段に眠る人たちでいっぱいだった。どの宗教団体も教会で人々を眠らせようとはしなかった。やがて、続きの順位で頂点に達する時が来た。シカゴの中央銀行は他の大手の
西部都市銀行の抵当物件を全部差し押さえつつ、続いてニューヨーク市の中央銀行がシカゴの大手銀行の抵当物件を全部差し押さえた。最後にはニューヨークの大手銀行がすでに舞台裏では債権超過で破産状態に陥っていることを認めて、あわや廃業という終局を迎えた。こうした事態が合衆国議会でフランクリン・デラノ・ルーズベルトの大統領就任を4ヶ月早める評決を招いた。ルーズベルトは就任の宣戦を終えるや否や、銀行支払い延期、バンクモラトリアムを発し、裕福な地主たちの経営する銀行システムがその預金のすべてか多くを失って破滅したと認めるのをつかの間延期した。一方、約1ヶ月後、議会は合衆国大統領にすべての通貨を管理する権限を与えることを採決した。数ヶ月経って合衆国の最高裁はその立法措置を改めて指示した。合衆国国民自身と政府が財源供給のための最後の頼み綱となったのである。費用負担を引き受けるための富はごく一部の人ではなく、すべての人々に属している。社会主義の様相も生じてきた。まるで今の日本だね。ひどいもんだ。150年間にわたる無限の富を誇るポーカーゲームの手腕とその公開されないハッタリに終わった。公開された持ち札は突然下ろされ、裕福な人々の富が存在しないことが明らかになった。大理石の壁と鉄鋼の棚の中には目を引く金庫室を備えた銀行は貯金者の心理を引きつけていた。預金者たちは自分の所得や貯蓄が恐ろしく金持ちな人々の富と一緒に預金されていることを好んだ。しかし、銀行が実際にしてきたことは、人々の預金を他の人々に貸し出すことであった。銀行自身は一ドルの金も持っていなかった。銀行が行っていたこととは、自分たちの土地を自ら主張する価値で資本化して、そうした銀行所有の資本価値によって信用を得るということであった。かつてないことだが、1933年、アメリカ合衆国の富裕階級の持ち札が公開された。そして、死後、富業すれば、土地に基盤を持つ世界中の資本主義も同様に、彼らはほとんど金を持っていなかった。彼らの土地と多くの召使いのいる大邸宅は、ほとんど無価値にまで下がった。高価なものが詰まったこれらの財産を買える。ただ、同然の金すら誰も持っていなかった。こうした事実報告にも一つの例外があった。バテカンが運営するローマカトリック教会の世界中に広がった組織だけは、当時、寄進によって膨大な額の資産を取得し、その資産は男子修道院、女子修道院、大学や学校へと転嫁されていたのである。譲渡可能な土地という富をめぐる企みは、そもそも初めからハッタリだった。何千年も昔、あの皇徳が馬に乗り、棍棒で武装し、初めて羊飼い部族のドンの大男のところへ乗りつけ、脅し口調で、ここらの荒野であんたのように見事な羊を飼うのはとても危ないぜ、と言い、羊飼いのドンがその土地の所有者だと主張し、宣言する男からの保護から、最終的に受け入れた時からである。土地所有権は神の御業に帰するわけではなかった。土地を所有する権利の主張が国王たちの短気家たちによって起こされた時は、国王はいつも聖職者を同席させた。司祭たちは十字を切って、国王の所有権が神の祝福を受けているという考えを植え付けた。ローマカトリック教会はその皇帝、教皇制を始めた頃から2000年の間、証書による土地の譲渡という業務に継続的に関わってきた。今もなお、ローマカトリック教会は世界最大の不動産所有者である。不動産、リアルはスペイン語で王立のロイヤルという意味である。つまり、国王から証書によって譲渡された土地、財産の相続を意味するものである。1933年3月、虚勢による富も終わって、アメリカにおける事業のほとんど全てが活動を停止した。
フランクリン・デラのルーズベルトの就任は、事態はまさに緊急を告げていたので、議会はニューデール政権の支持するどんな強制的手段も取ると満場一致で議決した。ルーズベルトのその補佐官たちは言った。はっきりしていることが一つある。この危機にもかかわらず、アメリカは社会主義と断固拒否する。アメリカ人は誰もが平等であるという仮説を嫌っている。アメリカ人はそれぞれ自主独立しているからこそ、それが平等であるとはついぞ感じなかった。アメリカ人は社会主義を好まない。しかし、と、ニューデールの指導者たちは言った。実のところ、我々アメリカ国民は自分の銀行預金を保証しなければならなくなるだろう。人々は自分の金をベッドの下に隠しておくよりは、銀行に預けておきたいと思っている。だから我々国民は全員一致で政府の活動を通して銀行の個々の預金の安全性を金銭上の信用がある額、つまり納得にいく5000ドルまでは保証しなければならない。銀行は支払い猶予を命じる大統領令によって理論上は生き続け、それらの銀行の株主の所有権を管理下に置くだろう。そして我々の保証、規制、監督のもとに銀行の多くは将来再び営業を始め、次第に預金者を元来の預金額の何パーセントかの保証によって信用させることができるようになるだろう。しかし、思い違いをしてはならない。国民の政府が銀行の信用取引を保証する限り、それは事実上社会主義となる。一方、国民自身は銀行業務や信用貸しの概念、そして権力構造の歴史についてはほとんど知らないので、自分たちがすでに社会主義を受け入れてしまったことに気づかないだろう。なぜならば、政府は銀行の所有権を取得したのではないからである。世間は我々国民が政府として銀行での新たな預金を5000ドルまでを保証することを望ましいことだと考えるであろうと。社会は銀行は安全な保管装置であるという考え方を好む。人々は銀行にお金を預けるときにそこにはお金が留まっているといつも信じている。人々は自分が銀行に預けた数分後には貸付金として出て行ってしまうとは考えもしなかった。彼らは銀行は自分たちの所得を火災と強盗から守る安全な保管場所であるという外見にすっかり騙されていた。今日、20世紀の最後の20年間でさえ、人々は銀行に対して、1929年の大暴落や、1932年の大恐慌の時と同じ程度にしか知らない。当時、人々が知っていたのはほとんど、の人たちは自分たちの銀行預金を失ってしまったという事実だけであった。1933年、34年、35年、36年とニューデール政権と合衆国議会は銀行組織とその最上部の業務について念入りに調査をした。多くの背任行為が発覚したが、ついにそれについては後で述べよう。もっとも目についたのは、銀行が屋根や浴室のない建物、つまり住むことも売ることもできない資産を価値のない抵当に入れていることだった。政府は言った。まず最初に我々がしなければならないのは、引き継いだこれらの担保を価値のある何かにすることだ。この時政府は銀行業務の戦略を指図して建築業界の財政を立て直していた。いわゆる建築業界は船舶や航空機製造技術に比べ優に2000年の遅れをとっていた。船の船舶と空の航空機は実際に地上の建造物が環境を制御する構造物であるのと全く同じ意味で環境を制御する構造物なのである。海や空を航行する環境制御装置のデザインは浮かんだり飛んだりできるよう重量を考慮し、自分の推進力を発生させたり、回数を脱線するなどのための半自律的である。しかし、地面に根を下ろす環境制御装置のデザイニングには、重量は全く考慮されていない。浮かんだり飛んだりする必要がないからである。
建物は整備された下水道、上水道、電線、公共の維持管理に完全に依存している。建造物は根本的に土地所有者にそれからの規制、建物規制、有無をやさず課される法律規制、すべての不動産の所有権とその行動、上下水道の管理に根ざすもので制御されて、これが全合衆国市町村の物質及びエネルギー対象を司る内臓になっている。政府が財産を所有し、貨幣の発行を管理するならば、それは社会主義である。ニューデール政策は国民を欺こうとしたわけではなくて、第一級の救済活動に従事して、この際達成が不可能とされる委任された義、統治玉行為によって国民の心理を刺激し、怒らさないように望みをかけていたのである。逆説的なことだが、最初にひどく怒り出した人々は、つい昨日までの金持ち、とりわけ未だに支払い能力のある工業関係の会社の株式や債権の配当や利子で暮らしている人々だった。ニューデール政策を恐れて、彼らは口コミの中傷作戦でルーズベルトの悪評を流そうと努めた。1933年から1940年にかけて、ニューヨークの富豪紳士クラブの会員は、ことあるごとにホワイトハウスのあの畜生と口にしていないと、他の会員たちからかなり乱暴なあり方で会員権を奪われて追放された。フランクリン・ルーズベルトとその顧問たちは実際、どんな評判を売るにしても、最善を生むことによって、我々はアメリカ、我々が国民のために最善だったと思うことに取り掛かった。我々は国民が再び銀行に預金するようになり、新しい所有者がもしその資産を修復、例えば屋根をもう一度拭き、浴室を取り付けて、そのために使うのならば、その資金を逆金利で貸し付けることによって、我々が引き継いだ抵当に入れられた全ての資産を取り戻せるようにしている、と言った。こういう込み入った事情のいくつかでも理解する者にとっては、今や銀行業務に関することは何もかもが公然と明るみに出された。ニューデール政策は高い利率を課すことを禁止しようとしていた。銀行は経営が十分成り立つだけの利益を得る必要はあるが、利子としては 1.5% しか果たすことができない。銀行はまるで郵便局と同様の規制を受けた。郵便局長以上の権限を持つ銀行家は一人もいなかった。ニューデール政権はモルガンやその他の民間銀行をやってきた銀行業務を、つまり預金を普通株で銀行家自身によるかなり危険の高い私的な投機的事業に資することさえ完全に遠ざけた。こうしてニューデール政策によって証券取引委員会が生まれ、銀行業務と初期の危険度の高い融資との完全な分離がなされた。あるいは少なくともそう推測された。しかし、銀行後の信託部門は、まだその時も顧客の預金で法人の株式を投機的に売買できた。ここの銀行家の多くは、分別に欠けた銀行業務という範囲をはるかに超えて、ここの預金者の行為についての情報や銀行の上層部としての特権を勝手に悪用して、かなり有害な操作を行って、自分たち自身の地位を高めた。今となっては、覚えているものは少ないかもしれないが、半世紀前、ニューヨークとシカゴの一流銀行家たちが多数判決を受け、刑務所行きになった。J.P. モルガン&カンパニーの社長、ナショナルシティバンクの頭取、チェイスバンクの頭取などのニューヨーカーは、心身刑務所へ送られた。彼らは全員について非難されるべき金融上の犯罪行為を発覚したのである。彼らは後継者をそっけなく裏切り、後継者宛ての郵便を開封し、株式市場を操作していた。彼らは全ての人々を巧妙にごまかしていた。彼らは銀行業務の目的において、役員が持つ特権の倫理的限界を大幅に踏み外していた。その結果、ニューデール政策による大粛清が行われたのである。この銀行業務にまつわる話は、ある種のうちに最もよく語られている。それは、
オグデン・ナッシュの作曲であると伝えられてはいるが、私の住所限り未だかって公式に出版され、著作権を得たということはない。しかし、この歌は覚えている人々によってしばしば清書されてコピーされたので、広く暗唱されて記憶されてきた。